ウォーキングはいいことも悪いこともある。これができてると動けば動くほど痛みは楽になってきます。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画のご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に解決していくための動画を撮らせてもらっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが全く改善していない、もしくは湿布、痛み止めで痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見てみてください。松田さん、はいよ。なんかウォーキングってよく健康にいいって、はい、ウォーキングね、はい、聞くんですけど、うん、なんか1万歩がいいとか、はいはい、実際にいいのかどうかも分かんなくて、うんうん、ウォーキングってどうなんですか？ぼやっとしてるね。ウォーキングはいいことも悪いこともある。悪い場合があるんですね。悪い場合があるね。いやいや、動かんといてっていう人もいるし、逆にもっと動いてって人もいるし、まあ、これ結構ね、ちょっとある、なんかポイントが結構あるかなって感じがしますね。ちょっと詳しく聞きたいですね。嫌です。わかりました。ポイントはウォーキングのまずいい点から紹介します。これは活動性が上がる。活動性が上がるっていうのは一番大事なことなので、活動性を維持していくこと、もうこれはもう痛み治療の先にある。ただ痛みとって何しますかって言ったら活動性の向上なんですよ。これは世界的に言われている痛み治療の目的なんですよ。だから活動量が落ちちゃうから死亡率が上がるんですよね。活動量が下がってって免疫が下がったり、なんか例えばご飯食べなくなったりとか、量が減ってきたり、例えば外に出る回数が減ってくると元気なくなってきません？人って。活動量の低下とやっぱこの死亡率、いわゆるこの介護度が上がっていくっていうのはもう比例してきます。この活動性を上げるっていうのが一番の根源にあると。で、一番活動性を下げるのが痛みなんだね。だからこの痛みを取っていくのは活動性を上げるため。だから痛みがあったとしてもやろうとするだけで全然俺はいいと思います。ただ痛みがある中で活動性を上げ続けていくと何が起きるかっていうと、これ痛みを強くしちゃうんですよ。で、痛みを強くしちゃうと体を壊してしまって、結果動けなくなってしまって、ガクーンと活動量下がっちゃって寝たきりになったりとか肺炎になったりとかっていう風になってきちゃうので、結果いい点があるんだけど悪い点もあるっていうね。この悪い点の改善していくために大事なポイント、もうこれウォーキングで一番大事にしてほしいこと、歩けばいいわけじゃないですですか。歩く量じゃなくって、これ大事なことは正しい筋肉を使いながら歩くことが大事です。逆に正しくない筋肉を使いながら歩くことっていうのは痛みを強くしてってるっていう風に思ってください。だから何もしなかったら3年後に痛みが出るはずのものが、正しくない筋肉を使いながら運動してると1年後に痛みが出ます。正しい筋肉を使うってことを意識しながらやること大事です。正しい筋肉っていうのは何があるのかっていうと、これは5つです。1つ目がふくらはぎの筋肉です。2つ目が太ももの前側の筋肉です。3つ目がお尻の筋肉です。4つ目がお腹の筋肉です。5つ目が肩甲骨の後ろの筋肉です。この5つがちゃんと使えてる状態、プラスアルファちょっと足の筋肉がしっかり入るって補助が入った状態になるといいウォーキングになります。ただしこの5つが連動して使えていないと崩れます。逆に痛みが強くなります。痛みを助長しちゃいます。これなんでかっていうと、こう原理をね覚えてほしくて、私が言ってるメカニズムの方法があって、これ何かというと胃可動性って言います。可動しやすい方があるよってことね。何かっていうと、膝って曲がるのと伸びるのどっちがしやすいか、曲がる方ですよね。側関節も曲がる方です。股関節も曲がる方です。腰は伸びる方ですよね。胸郭は曲がる方ですよね。首は反る方ですよね。っていう風に人間の体っていうのは動きやすい方向が関節ごとにあるんだよってこと。これ面白いんですけど、膝は前に行きますよね。股関節は後ろに曲がる。腰椎は前にこういう風に動く。胸椎は前に曲がる。頸椎は反る。っていう風に前に行く、後ろに行く、前に行く、後ろに行くっていう風に交互に人間の体ってバランス取ってるんですよ。いわゆる上の骨が反るのが上手いんだったら、下の骨は曲がるのがうまい。後ろに曲がるっていうのがうまい骨であれば、次は前に行くのがうまい。っていう風に、前、後ろ、前、後ろっていう風になってる。これがジグザグに雷みたいになってるんですよ。人間の体ってね。これができることで何が起きるかっていうと、こんな風にしゃがみ込んだり、しゃがみ込んだパワーが次は伸びきって上に上がったり。これがいわゆる胃可動性の原理。もともと人間って動きやすい方向が関節によってあるよねって話で。で、人間ってこの地球に生まれた以上あるものに抑えられてるんですよ、ずっと。スケさん、なんですか？
正解。そう。違います。俺らがいつも抑えてる。誰でも抑えてる。大統領でも抑えてる。何か。重力ですね。人間の体ってのは重力にずっと抑えられてます。例えば今日駅から歩いてきたらさ、そういえばさ、足が打てた人がいたみたいな。え、武空術みたいな。ないじゃないですか。ね。絶対足がつくんですよ。なんでかって言ったら重力があるから、下に抑えられる力があると。下にずっと抑えられてる。イコール、膝は曲がるし、股関節は曲がるし、腰も曲がるし、胸椎は曲がるし、首は反ってくる。こういう状態が起きやすい。これを私たちは抗わないといけないわけよ。重力に勝つっていうことをしていかないといけない。これがいわゆる人間の動きの根本にあるんですよ。曲がるっていうのを支えないといけない。いわゆる逆、異可動性とは逆の動きに力を使わないといけないってことですよ。膝だったら前に行く、曲がるでしたよね。であれば伸ばすっていう方に力使わないといけないんですよ。これ何かって言ったら膝は曲がるを伸ばす、いわゆる膝の前側にある大腿四頭筋が働くことで膝が伸びますよね。あーでも股関節が曲がるっていうのをお尻の後ろの筋肉が支えてくれて伸ばしていく。で立ち上がりますよね。じゃあ腰が曲がりそうになる、反りそうになるっていうのをお腹の前側の筋肉でぐっと押さえていく。そして肩甲骨が曲がりそうになるっていうのを後ろの筋肉で待て待て待てって伸ばさないといけない。そして最後、足首が曲がりそうになりますよね、こうやって。曲がりそうになるのを後ろの筋肉のふくらはぎの筋肉でギューって伸ばしていこう。意味わかりました。何かっていうと、人間の体っていうのは重力に負けて曲がりそうになる。それを支えないといけない筋肉が、ふくらはぎの後ろの筋肉、太ももの前の筋肉、お尻の後ろの筋肉、そしてお腹の筋肉、そして肩甲骨の後ろの筋肉。この5つの筋肉がしっかり連動して働くことで、うまい、そして素晴らしいウォーキングができます。これができていると、動けば動くほど痛みは楽になってきます。ですが、例えば膝が伸ばす筋肉が弱くなってしまってる。そうすると膝が曲がっちゃいますね。曲がっちゃうとどうなるかっていうと、この曲がってるのをどうにか頑張ろうとして、これ連動してるんですよね。面白いんですけど、膝が曲がるってするじゃないですか。そしたら股関節も曲がるんですよ。股関節も曲がりますよね。面白いですね。膝が曲がるだけをしてるのに、股関節も股関節も曲がる。ということは、本当はふくらはぎ100、太ももの前100、お尻100っていう力で支えてたのに、膝が怠けちゃうとどうなるか。例えば100なのが50になっちゃいましたってなると、残りの50をどこかで補わないと300っていうパワーで立てないんですよ。そしたらどうするか、膝が50、そしたら分かった、股関節、俺が150頑張るよ、じゃあ俺は100のまま頑張るよ、100、50、150、これで300で立てました。でもこのお尻の筋肉普通よりも頑張ってるよねってなると、筋肉使いすぎて痛みが出てくる。そうすると痺れになったりとか、お尻の痛みが変わってきて痛み、腰痛になったりとかね。例えば股関節が全然使えてなくってって状態になりました。これ股関節が曲がっちゃう、曲がっちゃうのをどうにかして上げないといけないってすると、腰が反ってくる、腰が反ってくると腰の筋肉が異常に働く。そうすると腰の痛みが出てくる。これが腰痛。あーで腰の反りが出てきたってなると、反りが出てくる、曲がってくる、ね、曲がってくるってなると何が起きるかっていうと、後ろの筋肉頑張んないといけない、ぐーってってなると後ろの筋肉頑張って肩こりになってくる。こんな風にこの5つの筋肉はちゃんと全部働けることが大事。これをちゃんと鍛えていかないといけないし、どこの筋肉が弱いのかを見つけないといけない。私の患者さんとかであれば、腰が痛い人とかで、腰ばっかり治療したけど手術も進められたけどダメだったっていう人に何したかって言ったら、カーフレーズって言って、ふくらはぎの筋肉を鍛えるってやっていくと、いわゆるふくらはぎが捻挫をしてゆるゆるだったんですよ。いろんな分を腰が頑張ってた。それをふくらはぎが頑張ることによって腰の痛み楽になってきました。こんなのザラにあるんですよ。だから大事なポイント何かって言ったら、ちゃんと連動して鍛えてるか。そしてそのポイントっていうのは、ちゃんとふくらはぎの後ろ、太ももの前、お尻の筋肉、お腹の前の筋肉、そして肩甲骨の後ろ側の筋肉、この連動がしっかりできる。で、どこかが弱くなるとどこかが頑張る。頑張ると痛みが出てくる。いわゆるこの私たちは不老筋と言ってます。これ怠けてしまってる。この不老筋が働かなくなっちゃうことで痛みを起こしちゃう原因になるので、逆側の筋肉硬かったりするので緩める。だから私たちは緩めると鍛えるっていう、この MSM メソッドって言うんですけどね、鍛えるタイミング、そして緩めるタイミング、そしてそれを連携していくっていうタイミング。大事なポイントは連動していくことがすごく大事だってことは、ぜひね覚えていただければと思います。ウォーキングすればいいじゃないです。しっかりした筋肉を使いながらウォーキングすることによって健康になっていくし、痛みがどんどん改善してきます。逆に一箇所でも悪くなっている状態、使えてない状態があれば、これは逆に
痛みを助長してしまっていく可能性ありますから、ぜひね、どこが弱いのかっていうのをしっかり見つけていく。で、私がやってる整体復活とかでは、どこが弱いのかっていう不老筋を見つけていくっていうことをやったりとか、この MSA メソッドを通して治療させていただいてますので、もし気になった方いればですね、下の概要欄の方に整体院の全国展開してますので、そちらの方をチェックしてもらって、ぜひ問い合わせしてみて、で、店舗の方に行ってみてください。はい、ということでね、今日はこれで終わりますけど、今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あと高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わっていきましょう。ぜひ皆さん筋肉鍛えて、しっかり運動療法やりながら、この痛みを改善するってことをぜひやってみてください。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。松坂さん。はいよ。なんかウォーキングよりも、いい運動、おすすめの運動ってあったりします？おすすめの運動は、私たちが提唱しているのは、まずどこが弱いのかを見つけていく。ウォーキングで、でも、大体歩行で悪くなる人っていうのは、これ下半身のことが多いんですよ。その中でも、ふくらはぎがめっちゃいいです。なんで、ウォーキングよりもいい運動を教えます。何かって言ったら、これは、つま先立ちです。つま先立ちすると、ふくらはぎの後ろの筋肉鍛えますよね。で、このふくらはぎの後ろの筋肉鍛えることで、大体弱ってるんですよ、足首が。足首が弱ってしまってて、グラグラなって腰に、膝に行って負担が来るんですね。例えば、ふくらはぎの筋肉鍛えれてなかったら膝曲がっちゃうから膝が痛くなっちゃうし、膝曲がれば股関節曲がって腰が痛くなってくるし、なるんで、基本的にはやっぱふくらはぎがスタートラインになるから、このふくらはぎの、いわゆるかかと上げ。この時に、外側に O 脚になりながらダメなんで、足閉じながらのふくらはぎの、つま先上げ。これをちょっと意識してみると、それだけでも結構痛み改善しましたって人結構いるんで。ただ、やり方結構あるから、ぜひぜひ、ちゃんとした人に治療してもらうのが、まあ一回見てもらうのがいいかなって気がします。まずふくらはぎやってみるのおすすめかなと思います。やってみます。やってみて。